こんにちは、営業実務コンサルタントの島田です。よろしくお願いします。今日はですね、ナンバー84ということでお話のをさせていただきます。総額で負けないっていう話なんですけど、何でもいいです。例えばもう時計でもいいですし、背広でもいいです。お客さんよりいいものを身につけるようにされた方がいいです。なんでかっていうと、これ二つの理由があるんですね。一つが舐められないっていうのと、もう一つがですね、自己概念を上げてくれるっていうのがあるんですよ。例えば、私、背広は全部ディオールなんですけど、ディオールを着る前の自分と、ディオールを着るようになった自分とでは、自分自身のなんか価値概念っていうんですか、価値、自分のレベルがここだったのがこんぐらい上がったようなね、変な感覚あるんですよ。いいんですよ、それで。要は自分が自分のことをちょっとでも上に見てくれ、見れるっていうことは、そういうふうな自分を表現しますから。まあ、あんたより上だよっていうようなね。例えば、カバンも、まあまあ、ヴィトンのね、カバン。こういうの私持ってるんですけど、こういうのとかね。あと、まあ、セミロン別にディオールじゃなくてもいいんですけど、ディオールするとか、これ私の時計かな。なんだ、IWC とかね。前持ってたね、ロレックスの金脈のやつはあんま良くないと思いますけど、なんでもいいです。とにかく、なんか、俺勝ってるよって思えるものが、あると、普通お客さんは、普通仕事されてる時に、そんなね、高いもの着て仕事はしないんですよ。ということは、ほとんどの人とお話しさせてもらう時に、勝ってるよ。心のどこかでそれ持っとくと、舐められないようにもなりますし、なんだろうな、自己概念が本当高くなるんですね。それで別に、高いものじゃなくてもいいんですよ。こういうのにしてもね。光物をちょっと身につけるとかね。そういうふうにされとくと、なんとなくですけど、これお客さんが勝手に、この人なんか違うんじゃないかなとか、そういうふうに周りから見られるようになるんで、まあ、一品だけでもいいですけど、そういうのを持つとか、やっぱり洋服とか着るものにはね、こだわられた方がいいですし、こだわってる人ほどやっぱり売り上げも高かったりしますんで、まあ、ぜひ総額で負けてねえぞみたいなのをね、思いながらやられるといいと思います。終わります。